れですかね。あ、でもあれ手作りパンって、はい、書いてますよね、はい、いきなりポツンと一軒家。かわいい、はい、何あれ。ポツンと大人気のパン屋さん、今回案内してくれるのは阿南市の美味しいグルメはお任せ、県南テレビ C のさつきさんと行く美味しいグルメ散歩。まずは阿南市新田野町、自然がたっぷり。パン大好き、はい、どれぐらい好き。小麦系の食べ物の中では大好き中でも好きなパンは。あ、そうですね、あのカレーパンとかが、うん、はい、おかず系のパンとかすごい大好き。カレーパン、はい、まあ、油っこいも大好きで、はい、高カロリーなもの大好き。あ、高カロリー大好き、はい、カレーパンはどれぐらいのペースで食べてるんですか。はい、あ、そうですね、あの某コンビニメーカーのカレーパン、うん、ほぼ毎日毎日煙突が目印。予約を取るまでの3年前までは大行列ができていました。美味しすぎると大人気のパン屋さん。こんにちは。こんにちは、なります。どうぞ。週1回のパン屋さんですか。そうです。かなりレアな。今日がまさにその日です ね、はい、毎週火曜日だけ。なんかいい香り、なんか甘い、なんかバターのね、うん、パンはなんと50種類。お、いっぱい並んでますけど、バーンって一番最初に来たのがこちらが一番人気、ね、ザ食パンです。大人気のこだわり食パン、地産地消自慢の一品。耳まで美味しい、数日経ってももちもちもっちり&しっとりアンドふんわり。食パン、そうですね、何斤も買われてますね。中には徳島市内から先週も月に1回10斤買いに来る方がいたりして、中には香川県とかね、県外からも、一番遠い人はニューヨークから。ニューヨーク黒川さん、冗談はよしてください。ニューヨーク、ニューヨーク、ニューヨーク。県外や海外からも買いに来る食パン、その人気の理由とは。うちの娘 の、 あの先生のご実家が養蜂園をしてまして、阿南市にあるっていうことにちょっと感動しまして、したらぜひその蜂蜜を使ってあのパンを焼きたいなって思ったのがきっかけです。砂糖を使わないで蜂蜜、糖分は蜂蜜を使っていく。多い時には200斤売れる食パン。美味しさの秘密は蜂蜜だけではなく、新田野さんのお米も使っています。なのでこう持たれる方が、うんうん、あ、重いって言われるんですよ、うん、え、いいですか。あ、いいですか。おお、結構確かにずっしり決まった。確かこの大きさにしてはずっしりきます。ずっしりから。あ、トヨさんもどうぞ。いや、重たい重たい、ね、これは重たい、普通に、はいはい、結構ほんまずしってきますもん、はい、お米もたっぷり入ったパン、はい、だ普通のパンと比べてやっぱ腹持ちがいいですね、うん、カレーパンが好きらしいんですよ。 あ、 そうですか。あります、あ、あります。そちらに、嬉しいですね。ヘルシーな焼いたカレーパンっていうのがあります。ヘルシーか、ちょっと物足りんのだな。いやいや、カロリーをね結構気にしてるんで、はい、ヘルシー大丈夫、はい、いや、ヘルシーが嬉しいです。ヘルシーが嬉しい、嬉しいです。あ、うちのあったらもうおすすめ、揚げてなくて焼いたカレーパンなんですよ、揚げてない。まあ、僕もカレーパンが好きでいろんなところでカレーパンと買って食べるんですけど、ちょっとこう胃がもたれたりすることが年齢とともに、結構ね脂っこいですもんね、はい、そうですね、はい、言いにくいことも失礼いたします。全国のパン屋さんごめんなさいそしてこれ人気豚パン、はい、豚パンです。何ですかこれは。これはもともと出身があの、うん、横浜なんですけど、うん、で横浜の中華街の肉まんが好きで、
よく行ってたんですよ、うん、肉まんだけ家族で食べに行ったりとか。でこちらに来てその肉まんの味が忘れられなくて、それじゃあ作っちゃおうということで、記憶もとに肉まんを作りました。で生み出された。でなおかつ新田野町はもう優秀な美味しいタケノコが有名なところなんで、あと椎茸の、緊張椎茸も作ってる農家さんが多いんで、まあ、地元食材をそれにコラボさせて、それでなんといっても豚肉はアワトンと、それで豚パンと。美味しいんですか？自信作。逆に横浜の中華街の方からも送ってくれって注文来てるぐらいですから。肉まんを超えるぐらい美味しい。そこまで自信持って言っちゃうとね、中華街の人に怒られちゃう。でもまだまだありますよ。カスタードクリーム、あ、まあ、ぜひ飲んでいただきたいと思います。え、ね、そんなカスタードが入ったクリームパン、飲むカスタードクリーム。今日の夜中の2時頃、家内がこう一生懸命炊いて、それで徳島の牛乳と、あと阿南市にある田村の EM 卵っていう、そう優秀なもので、炊いたカスタードクリームを詰めてるって感じですね。おやつの小屋の TikTok、 田村さんの EM 卵をかき混ぜて、徳島さんの牛乳、これを混ぜ合わせてかき混ぜる。つくつくつくつ温めると少しずつ柔らかくなってきましたね。時刻は夜中の2時。混ぜて混ぜて焦がさないように、バター、そして、あ、これは何でしょうね。飲みたくなるカスタードクリームの完成。もうじゃあもうカスタードだけでももう、違う、直飲み、こんなんじゃなくてほらグビグビいくぐらい。たまにカスタードクリームバケツ一杯飲みたいという方もいらっしゃいます。これが美味しすぎて、はい、カスタードクリームこんな感じです。この後美味しくいただきます。食パンがずらりとくるんですけど、はい、まあ、これがうちの特徴ですね。まあ、食パン類が豊富なパン屋さん、まあ、自分でもたまに、まあ、これを食パンにする必要あんのかなって悩む時あるんですよ。もう答えが出せないまま、あ、いいや、これはうちの店なんだからいいやつって何でも食パンにしてるっていう。その中でもちょっとこれはっていうのはどれですか？もう俺は、そうですね、夏にどうしても食欲ないじゃないですか、その時に、まあ、これ1枚だったら食べれるなって、こう冷蔵庫で冷やしても固くならないで食べた時の味わいがチーズケーキみたいな味わいがあります。そうですね、あ、焦げてるわけとは違うんです。炭パン、炭パンじゃないです。じゃない、ここ見て、ここ焦げてるんじゃなくてチョコ、たっぷりチョコ食パン。チョコが好きな方に、うん、もう思う存分チョコを楽しんでいただきたくて作ったパンで、ここ中にチョコチップが入ってるんですけど、パンとして成り立つ限界までチョコ入れてます。すごい。これ以上入れるともうパンにならない。ならない。もう、そうですね、まあ、こだわりというかね、基本的に僕がこう食べたいものがパンになってるっていうかね。さあ、2人はお好みのパンを選んでイートイン。椎野さんは大好きなカレーパン。具沢山。結構しかも具大きめな。そうですよね。なんもう両方に持って。こう。いく感じよね。うん。美味しい。美味しい。え、てかパンめっちゃもっちりですね。すごい。弾力がすごいですもん。パン生地がもっちり。もうこの生地にも米こう入ってる。あ、入ってます。カレーパンなんですけども、カレーライス食べてるって感じです。弾力ありつつ、なんか本当にバターが入ったカレーライスを食べてる感じ。カレーライス、はい、本当にすごいな、それ本当に美味しいです。本当にそんな感じになります。トヨタさんは飲みたくなるカスタード
クリームパン飲みたいと思います。クリームパンを、はい、もう気になりましたよ。あのワードカスタード、うん、はい、うん、飲みたくなりました。いけますか、うん、今喉流れていきました。飲んでるな飲んでるなと思ってました。結構しっかり固めなのかなと思いきや、はい、口の中入れるとね自然ととろーってとろけていくんですよ、はい、それで本当にパンがもちもちで、はい、なんかこう絡むようで絡まず、はい、でもなんかそれぞれが美味しいみたいな。 ありがとうございます。え、ほんまに飲める。流れていく、流れていった。どうですか。え、すごいですね。クリームだけじゃなくてパンごと流れていった。パンはちゃんと詰まる詰まる詰まる。ハム食べる、いいですよ。いただきます。シーノさん、どうですか。飲めますね。クリームが本当にこう喉を通るってすごい流れていくよね。わかります。そう、はい、でもやっぱパンはしっかりしますよね。そう、はい、不思議、ありがとうございます、なんかちょっとずつ食べたこともない、もうオリジナリティ溢れてますね。続いては羽の浦町阿南の特産といえば、特にやっぱ有名なのはやっぱタケノコですよね。おー、聞きます。はい、あとは阿南市椿泊町では昔からこうシラスが多く取れることで有名なんですよ、うん、で今から行くお店なんですけど、うん、一般的なメンマと違ってちょっと食感が、うん、結構シャキシャキしててすごく美味しいんで、ぜひ。知ってるメンマとは違うって感じ。うん、どうでしょう、豊田さんが今までどんなメンマを食べてたのか分からないですけど。いや、そりゃそうですけど。私はシラスを食べたいなと思います。シラス、はい、シラス好き。いや、あんま食べたことなくて、はい、この機会に食べたいなーなんて、はい、シラスまみれで帰りたいなと。わかりました、はい、阿南の特産メンマやシラスが味わえるのはこちら、イタリア。今年3月にオープンしたばかり。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。素敵。あ、こんにちは。こんにちは。はい、珍しいメンマを使ったピザがございます。食べられるというんで、はい、めちゃくちゃ美味しいと言われました。はい。美味しいんですか。それはもう自信あります。おお。はい、日の丸メンマと生ハムを合わせてるんですか。そうです。おー、間違いなく合いますね。お酒のあてになってしまうぐらいお酒が飲みたくなってしまいますね、またピザにすることでまた独特の味わいになります。これは楽しみ。私はもうシラスを食べたいなと思ってたので、はい、シラスでしたらこちらパスタでね、トベシラスのペペロンチーノ。椿止まりはまた漁場が良くて、竹内水産さんまたこうちょっと特殊な加工されてて、釜揚げ自体がふわっとしてて、ふわっとしつつも表面にはちょっとこうなんていうんですかね、まとってくれてるという、まずは阿南の美味しい歯ごたえメンマのピッツァから。ピザ窯で焼くとどうなる？さ、こうなりました。おお、すごい。日の丸メンマのピザです。すごい。シャキシャキメンマに生ハム。どんな味なんでしょうか？メンマが来ましたよ。お、あー、来た。もう開っちゃってください。もちろんもちろん、はい、うん、どうですか。うん、なんかすごい食感でしょう。うん、コリコリ。うわ、嬉しい。もうその食感が売りなんです。コリコリで旨味が溢れてきますね。でしょ。だからこれメンマじゃないんですよ。うん、メンマなんです。メンマじゃない、確かに、うん、
ね、なんかすっごい濃厚で、こんなメンマ食べたことない。食べたことのないメンマ、驚きのアナンのメンマとは一体。それでね、今日なんとスペシャルゲストが、なんかいきなり登場されましたけれどももしかしてあれ、まさかメンマ。そうです、メンマを作られてるニオさんです。え、本当ですかこの方が。そうなんですよ、はい、メンマを作っている人、ニオさん。阿南の特産品竹を生かしたいと。竹の子いっぱい生えてるのにもうぐっちゃぐちゃになってるんですね、山の中が。でこれどないかしたいなと思いよって、で、まあ、食いしん坊ですから美味しいもの作りたいなと思ってできたのがメンマです。メンマ、はい、やっぱ香りですかね、一番僕は好きなのは。ちょっとメンマって独特の香りがあると思うんですけど、それがない。うん、いやー、なんかこの食感がすごいです。そうでしょ、うん、これはもうやっぱあの元々のこの竹の威力ですね。あ、竹がいいから。竹がいいから。竹がいいから、アナンです。うちで味付けもさせていただいております。メンマの達人。達人です。達人です、はい、やるでしょ。やります。人間国宝さん、はい、人間国宝ポーンって言いな。ちょっと番組変わってますよ、ね、それ高かった。ニオさんが作る日の丸メンマは楽天市場や愛妻広場で販売中。続いても阿南の特産、椿止まりの釜揚げしらす、たっぷりと使ってで白ワイン、跳ねる跳ねる。たっぷりのしらすに白ワイン、ニンニク、アンチョビ、唐辛子も入って、とべしらす戻り出してる。いい香り。まだまだいくよ、おいしらす。めちゃくちゃガーリックのいい匂いがもうしますね。あ、すごい。トベシラスのペペロンチーノ、ロシラスがもうここまでっていうぐらいね、もうすごい。生パスタにシラスの旨味がもう旬で旬でごっついんよ。おいしいんじゃ。シラスもね、絡めて。そらもシラスたっぷりでいきましょう。シラスも、はい、絡めて、椿どまりの海を感じながらいただきます。旬でますよね。うん、すごい、あのめっちゃパスタがすごいもちもちです、ね、すごい、はい、生パスタ使ってるのでやっぱり乾麺とは違ってそのもちもち感が、そうですね、まずはもうと違いです。でもしらすも飲み込んでからでいいよ噛み締めてますね。いや本当に噛み応えがあるのが特徴なので、うんうん、まずはその生パスタの食感に驚かれる方が結構いらっしゃいますね、うんうん。もちもちで、もうとにかく合います。そのもちもちの麺ともしらす、柔らかいしらすがもう、このしらすの味も吸ってくれるので、パスタ自体にもうしらすのこのお出汁が入ってるので、ぜひね、一回食べてね、目を閉じたらね、椿止まりの漁港が見えるんですよ。テレビの前の皆さんもご一緒に。あら、見えてきた。ちょっと今沖に出てますよね。沖に出てますね。船が出航して、うん、船のエンジン音が聞こえながら漁師さんの掛け声、おいお前網引け、おい網引いた時、あ、もうちっちゃいシラスがもう踊り切ってます。まさに飛んでる飛んでる飛んでる、すごい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 。その飛んでるシーンで、実は釜揚げで湯がかれて、その子らがこう加工されてる現場、そこまでイメージしてた。でもこうなんか塩のいい香りしてますよね。もうそうしたらね、なんかね、食べた後椿止まり行こうかなって。で全部見えましたよ全部見えた、はい、全部見えます、本当に。行きたくなった。あ、もう、はい、椿止まり、はい、まあ、たまに行ってるんですけどね。おー、はい、はい、そうですね。じゃあよりこう、なんか身近に感じるというか。そうですね、もっと、はい、鮮明に出てきますよね。はい、出てきますね、はい。阿南市は山あいの深瀬町、かつての鴨谷村の名残から鴨谷とも呼ばれてます。半年以上予約が埋まっている阿南市の大人気フレンチレストランのシェフが生まれ育った鴨谷で町おこし。
やしんどさん、はい、嘘みたいに晴れたね。そうですね、今日の朝の雨はあれ何だったのかって感じですね。ヤギがおる、まさにこうなんか自然って感じですね。もう名前はメルちゃん。あの私があのインスタグラム見て、うん、そう気になってたお店があって、うん、それがあちらのお店なんですね。ここ、はい、メルちゃんは草をむしゃむしゃ、その向かい古民家がカフェなんです。なんかいい香りですね。あ、中のなんか感じが違いますね。こんにちは。もう昨日いい香りがしますよね、うん、しますね。あ、はい、なんか素敵。一番のおすすめはクツクツハンバーグですかね。ハンバーグ、はい、山犬クツクツハンバーグ、はい、地元で採れるあの石をこう削ってもらってお皿の代わりにして、それをあの温めて、うん、その上にハンバーグを置いてちょっとクツクツってジューっていうような、きっと石のお皿ですって、すごいよね、はい、さ、クツクツジューの音がこちら。石焼きって感じ。クツクツハンバーグ言ってますね、クツクツ。おお、そしていい香りですね。もう、はい、いい音してます。お店で引いたミンチで作る手ごねハンバーグ、ふんわり食感に癒されるはず。めちゃくちゃもうひき肉のいい香りがします。ひき肉のいい香り、はい、ちょっとつけて、ソースをつけて、うん、じゃあいただきます。うん、どうでしょう。味わってますかなり、はい、ゆっくりと。めちゃくちゃ美味しいです。あ、本当ですか、はい、もうすごく柔らかくてハンバーグが、うん、チーズまたコクがあって、あ、この上にこうドローンってなってるのがチーズで。あ、そうですね、あの、はい、チーズにあのハーブを練り込んでおります、はい、香りがこう熱々の時に やはりあの立ち上りますので、その香りと一緒に食べていただけたらなという。タイムというあの地元で採れたあのハーブを使ってあの作っております、はい。なんとこの方、半年予約が取れないあの大人気フレンチレストランルーのシェフなんです。ルーというフレンチレストランをしておりまして、で、待ってください、アナンの、あ、そうですね、あのルーさんですか、はい、はい、そうですよ、大人気のフレンチレストランルーのシェフ。ルーからあのちょっとあの取れただし汁をあの持ってきて、でそこでソースを、あの、まあ、ソースはホンドボーというあの牛の子牛のだしをあの、はい、取りまして、でそこからあのソースを作っております、はい、ウスターソースでしたね。ちょっとあの家庭的なものをベースにあの組み立ててはいるんですけどね、食べやすいようにですかね、はい、ちなみにそのホンドボーはどれぐらい煮込まれてできるんですか。あの骨を焼いたりすると大体、まあ、16時間ぐらいかかります、はい、16時間。あの店長が、はい、店長いらっしゃる店長、まあ、僕は今 やらざるを得ないような感じですけど、あのちょっと狼があの店長としてやってます。狼が店長、これですか、手が狼。あ、狼さんのシェフ。あ、ベーコンをいぶしてるんですか。まあ、あの地域おこしのためにプロジェクトを立ち上げてしているようなところです、はい、小さな道の駅的なものにしてあの、まあ、イベントを開いたりでしたり、あと地元の特産品を販売したり、
その販売している傍らでこうランチができたり、いろんなことがこうできるような目指しているようなところであります。はい。でもいろんな人に、もう小さいお子さんとかから、あ、そうですね。気軽に、もう本当に気軽に、予約なしで、もうお食事もなく、ただちょっとこう観光マップとかも置いてますので、それをまあ手に取っていただいて、まあ鴨谷をこれから観光するぞっていう、まあちょっと そこでちょっと計画を立てられる場所としても使っていただいてもいいと思ってますし、はい。地元鴨谷を盛り上げたい、それが佐竹さんの思いです。メルちゃんとも仲良し。サーモンの山犬パピヨット、紙で包んで焼いてます。ノルウェー産のサーモンと季節の野菜、鴨谷のハーブが香るバジルソースでどうぞ。いただきますね。もうバジルの香りすごいですね。季節の野菜はアスパラ、ズッキーニ、新玉ねぎ。もうなんか切るごとに香りが広がる。鴨谷の美味しいが詰まってます。美味しすぎます。 ありがとうございます。深みがすごいですね。バジルのいい香りがきつつ、このレモンとかハーブとかいろんな旨味がきて、サーモンもあっさりですけどちょっといい感じで脂身もあって、これはやっぱりルーさんならではのこのフレンチの技がいっぱい詰まってますよね。地元の新鮮なハーブのおかげかなと思いますね。野菜も今朝収穫したものを使っております。このズッキーニでしたり、アスパラでしたり、せっかくこう田舎に来ていただけたので、うん、特産ですかね、を味わっていただけたらという思いですね。おソースが本当美味しいですよね。 ありがとうございます。ソースも、ね、はい、全て手作りで作っております、はい。これ一滴残らず食べたいですもん。オオカミさんの腕がやっぱりすごいんですか。そうですね、オオカミさんの腕もすごいのかなと。まあ僕はまだまだ。シェフとオオカミさんだったらどっちが。もう狼さんの方がすごいですか。はい、狼さんすごいですね。狼さんにも会いたかった。会いたい。もう気まぐれに出てきますので、またぜひ楽しみにご来店していただけたらなと思っております、はい。じゃあ出会える楽しみもね、あるということだ。